さあ行こう、デルギーガンって。すべてを。では地図を見てみましょうか。まずはこちらの場所を目指し、デルギーガンテの痕跡を見つけましょう。それではターゲットを探し出し、時間内に討伐してください。くれぐれもご注意を。とりあえずこれとこれは持って行く。してお食事。投げナイフセット。はい、生地、うん、はい、こうか。麻痺の準備だけして、お、ちょうど麻痺ガエルといい感じに入ったね。あとはもうひたすら盾さんを取り合いにする。体力やばすぎるね。まだ乗り使ってな、うん、よし、二度目の巻き。ちょっと無理かな、スタンプは。まい、いやー。ノブだろ。よし、これの頭ダメージぐらいで移動だ。よらいよ。すげえカメラ。
よし、移動入ったろ。さあ、トイレ、トイレ、トイレ。おっと、生肉さんが追い出されてきた。全身真っ黒。飛び込まして、はい、ダイビングと。強化民派生スタン。よし、ほらやっとん、ダイダーン。もう当ててる。おいおい、さあ巣まで行くのかと。ここで戦うなら乗り攻撃狙い、巣まで行くなら爆弾からの不動コンボで行きたい。間に合うか。よし、不動の回復まだだなとりあえず爆弾
残り5分。痛い痛い、回避。ちょちょ、飛躍アイコン変わったから。あとは自動復活したら決めに行く。前に。飛べ。不動。プラス、ホスツ。よし、あとはもう力押し。力押し。よし、メインターゲット達成。あぶねあぶね。いやー、不動プラスね、回復のポストぶっ立ててのぶん殴りが強いね。いやー、さあ、取れるのは、滅人竜の角。角と爪。ああなんとか倒せた。いや、だいぶパターン突き詰めてね、なんとか倒すことできましたと。11分57秒。やっぱね、基本は、不動を装備して、ポスト立てて、もうその上でひたすら殴る。怒り状態じゃなかったら回復の方が絶対上だからね。まあそれでダメージ序盤に稼いでおけるとかなり有利になるって感じだね。まあこれで本編来る前にね、体験版で一通り楽しませてもらったと。まあまだマルチの方では勝ててないんでね、まあマルチでいくらか楽しんだら本編に行こうと思います。それじゃあね、最後まで見てくれた方はお疲れ様でした。ね、本編でお会いしましょう。